日本とリビアの関係では、日本とリビアの関係についてが一説する。中日リビア大使館、前景1957年、日本は、リビア王国と外交関係を樹立。1969年にはクーデターによって、ムアンマル・アルカズ・ザーフィーが、独裁政権を築き、大リビアアラブ社会主義人民ジャマーヒリーア国となって、社会主義へ転じるも、両国は、外交関係を維持した。 1973年にはトリポリに在リビア日本国大使館が開設。2011年リビア内戦の影響で在リビア、日本国大使館は一時閉鎖に追い込まれるが、リビア国民評議会の政権掌握後に業務再開。しかし2014年には再び内戦が勃発し、同年7月には大使館はカイロへ退避。2018年3月には、 カイロからチュニスへと移転して、大使館業務は継続されている。一方、リビア側は1971年8月に、中日リビア大使館を開設。1980年1月には、社会主義へと転じたため人民事務所へと解消されるが、カダフィ政権終焉後の2011年9月には、リビア大使館へと名称が戻っている。東京都渋谷区で、 ハンカダフィのデモを行う在日リビア人と、親民主派の日本人、大世期の国旗を掲げている。2011年2月26日撮影2011年、アラブの春を受けて、ハンカダフィ勢力によって結成されたリビア国民、評議会は反乱を起こし、2011年リビア内戦が勃発。民主化の弾圧を試みたムアンマルアルカザーフィーは、 国際的な批判にさらされ、日本は安全保障理事会において採択された、リビアへの即時停戦を訴える、国際連合安全保障理事会決議1970に従って、カタフィ及びその関係者に対し資産凍結並びに、武器の輸入の禁止といった、経済制裁を実施、二度にわたってその対象者を拡大した。また、日本政府は、幾度となく即時停戦を訴えてきた。 中日リビア大使館周辺では、カダフィ体制に反対する在日リビア人によるデモ行進も展開された。その後、リビア国民評議会の拠点となっているベンガジに、外務省、職員4名を調査員として派遣し、リビア国民評議会への支持の立場を明確にすると、リビア国民評議会がトリポリを掌握して事実上、カダフィ政権崩壊後、日本政府は、この リビアの再出発を歓迎している。リビア国民評議会が正式政府として承認された。あと、日本政府は、リビアフレンズ会合に出席してリビア国民、評議会のリビア代表権承認を後押しした。その後、経済制裁を段階的に解除し、人道に基づいた支援も実施。しかし2014年には、リビア国民評議会から権限を委譲された。 世俗的なリビア国民大議員に対抗して、イスラム過激派が勢力を増し内戦が勃発。首都トリポリでも戦闘が行われ、イスラム系勢力によって結成された新国民議会が首都を制圧。リビア国民大議員は、東部の港湾都市と武力に退去して、2つの政府が平立する状態になった。また、愛するモリビアに進出し、限定的な支配を固め、 日本はこれを強く非難し、領土が解放された際には祝意を表明している。2015年、リビア国民大議員と新国民議会の協議により、ファイズ・サラージを新首相とした統一政権を樹立することで合意。しかしそれに反対して、エジプトが支援するリビア国民軍やトルコが支援する国民救済政府が独立した勢力を築き、内戦が継続。日本政府は、 上記に勢力の武力行使を非難している。また、日本およそ7年ぶりに資産凍結などの経済制裁の対象を追加した。このように日本はリビア情勢を注視しており、また一貫して民主的勢力を支持し続けている。リビアは現在まで紛争が続いているため政局も安定せず、要人往来も活発ではないのが実情である。日本要人としては2012年の 外務副大臣である山根高地のリビア訪問が最後。一方、リビア側の要人は、アフリカ開発会議出席などのために訪日を続けており、2019年8月にはリビア国民、統一政府の外相を務めるモハンマド・アル・イコール・ターヘル・シアーラが訪日を実施し、アフリカ開発会議に出席するとともに、河野太郎と外相会談を実施した。またそれ以前にも、 両者はエジプトで外省会談を実施し、日本側は中東の安定構築にはリビアは欠かせない存在である旨を述べている。アフリカ有数の豊かさを誇っていたが、2005年12月の DAC リスト改定に伴い ODA 対象国リストに追加され、2014年リビア内戦の勃発までは技術協力を実施。それ以降は、 経済援助を停止した状態にあったが、2018年度から、安倍イニシアティブによる留学生受け入れを決定。また2011年の内戦以降、国際機関を経由した支援は、2014から15年度を除いて継続的に実施。2018年度は、国連開発計画及び国際、連合世界食糧計画を通じた、経済復興及び食糧支援を実施。 2018年のリビアの対日貿易は輸出15.09億円に対し輸入35.37億円となっており日本の黒字である内戦による経済制裁の影響もあり両国の経済規模に比べて貿易規模は小さい内戦前石油天然ガス金属鉱物資源機構とリビア国営石油会社 NOC は石油 天然ガス分野での技術協力を実施していたが、現在では凍結状態。新日本石油、国際石油開発、定石ホールディングス、石油資源開発といった日本企業5社がリビアに、製油所建設の交渉を進めていたが、これも内戦により停止された。2011年の内戦以来、政府レベルでの文化交流、文化事業は行われていない。日本では、 日本リビア友好協会が設立され、国連制裁中でも、両国の文化的交流促進に向け活動を続けていた。会長は小池百合子が務めている。2007年、トリポリで第36回トリポリ国際見本市が開催。日本館も開設され、日本企業12社が参加。来場者は28万人と盛況に終わった。ありがとうございます。